めご飯。こんにちは、和田よしみです。今日は電子レンジを使ってお米から作るリゾットを作っていきます。まず最初にお米 60g はお水で 2,3 回溶いておきます。お水はしっかりと切っておきます。玉ねぎ4分の1個は皮をむいてみじん切りにしていきます。しめじ3分の1袋は石突きを切り落として小さく切っていきます。菜の花2本は下の硬い部分を切り落として小さく切っていきます。ベーコン2分の1枚は小さく切っていきます。耐熱容器にお米、ベーコン、玉ねぎとしめじを入れていきます。お水を 200ml 入れていきます。オリーブオイルが大さじ1と鶏ガラスープの顆粒を小さじ1加えて混ぜ合わせます。ここは顆粒のコンソメでもいいんですけど、鶏ガラスープを使うことでまたね、一味違ったリゾットが出来上がるのでおすすめです。ラップをかけていくんですけど、空気が出るように隙間を空けてラップをかけていきます。600ワットの電子レンジで10分加熱していきます。ラップを外して軽く混ぜ合わせます。菜の花とピザ用チーズが 20g、 パルメザンチーズを大さじ1加えて軽く混ぜ合わせます。菜の花は加熱しすぎると色が悪くなってしまうので後から加えていきます。ラップを空気が出るように隙間を空けて乗せていきます。600ワットの電子レンジでさらに2分間加熱していきます。ラップを外して混ぜ合わせていきます。結構器が熱くなっているので火傷には十分注意をしてください。塩コショウで味を整えます。お皿に盛り付けていきます。お好みでパルメザンチーズと黒コショウをかけたら完成です。姫ご飯。今日はね、このリゾットに合う生牡蠣が届いたので一緒に開けていきます。この生牡蠣は生牡蠣を扱っているイーオイスターという通販サイトから送っていただいたものです。生牡蠣と一緒にいただくとすごくよく合うお酒のセットがあったのでそちらを送っていただいてます。生牡蠣を開けるときに必要な軍手とか手袋とか牡蠣用のナイフとかもセットで入ってます。メインの生牡蠣はこんな感じ。豪華ですね。牡蠣は牡蠣ナイフを使って開けていきます。
流水できれいに洗っていきます。お皿に盛り付けていくんですけど、外した殻を下に引くと盛り付けがしやすいです。やっぱりね、レモンを絞ってシンプルにいただくのが美味しいと思います。では完成です。姫ご飯ではいただきます。これはね、電子レンジで作ったとは思えないような美味しさで、チーズの濃厚さだったりとか、菜の花の独特な苦味が効いてて、とっても美味しいと思います。お米はね、電子レンジで炊いたんですけど、芯とかもなくって、食べやすい感じに仕上がっております。あとね、生牡蠣は最高に美味しいです。レモンをキュッと絞った生牡蠣はさっぱりしててね、クリーミーさがあってとっても美味しいと思います。ここにね、白ワインを合わせていただくのがとってもおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。リゾットが食べたくなったあなたは高評価をお願いします。作ってみようかなと思ったらチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら。